外崎チャンネルこんにちは仮想ドラフトさあ参りました。運命のね当日を、ドラフト会議当日をね迎えた風でね、マタカナプリンスですよね。そう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 、綺麗にちゃうもん、綺麗にちゃうもん、ホテルの中にいますからね。でちなみに今日は10月18日です。はい。1週間前。1週は聞いてますから。聞いてます。はい。こう10月18日現在の情報をもとに仮想ドラフトを里崎チャンネルでやっていきましょう。はい。そうですよ。どこよりも詳しいと思うんですけどね。そう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 。名鑑とかに出てない選手とかもやっぱり上げていってますからね。分析して、いろいろね、くじ引きまでするからね。そうです。ちゃんとね。20までね。だから今から12球団のドラフト1位を決める会議に入らさせていただきます。はい。はい、ということで、会議が終わりまして、ここから発表します。今年はですね、パ・リーグの最下位から順番らしいんですよ、ウェーバー順番。だから、発表も西武からですね、西武、中日ですね、でオリックスで、ヤクルトですね、順番的には。それで発表していきたいと思います。ではこの動画ではまず1巡目をまずは今日は1巡目だけチャンネルでやってるあの感じですよね。5時15分ぐらいですだからあんまり言うたら入場して全員待ってんじゃん。2巡目までやりますから今日は1巡目です。2巡目は明日です。ということで西武からですね、西武から発表する第1回選択希望選手埼玉西武渡辺誠也内野手大正大。おお野手、やっぱり野手でしょ。そうですね。まあ外野も守れるしね、内野も守れるっていうところではやっぱりもうピッチャーいらないでしょ。渡辺君から出てきたしね。結構今もピッチャー若くていますからね。そうそうそう、1巡目でここであえてピッチャーは逆に全国がどよめくなって、えっつってまだ行くん金丸みたいなね、スターになれる野手をやっぱり取りに行く気がしますよね。しかも秋こうねかなり評価上げてるから。そうですね、リーグタイ記録もついたかな、最後バントしたっていうね、右のスラッガーを取ってきました。続いて中日ドラゴンズ金丸有名と投手関西大学。やっぱりもう世代ナンバーワンピッチャーは早めからね、今年は金丸いくんじゃないかみたいな噂もありましたからアマチュア界では。しかも小笠原がねメジャー挑戦いくかもわかんないんでね、ポスティングでねまとまればやっぱり即戦力ピッチャーがやっぱちょっと今年ピッチャー苦しかったね。そうですね、ピッチャーがやっぱりいなかった高橋一本柱になってるんで点取れへん言うけど形はちょっとずつできてきたからね、足りないところはまだ2巡目以降と外国人で埋めようっていうね。続いて第1回選択希望選手オリックス今朝丸勇輝投手報徳学園。高校生できました。今年も独自性だね。やっぱりもう一本釣りのもうオリックスだから常にカツオの一本釣りと一緒や。もうハイナーとかせえへんでもういっぱいガサいかへんでもう一本ずつでもうみんな大学の即戦力いくでしょ、うちは育てるよみたいな。そう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 、もうこれできっちりだってほぼローテーションをねエース格になっていったのは全部高校生だから。そうなんですよね、山本もそうだし宮城もそうだしね、次山下俊平太、まあそこに曽谷とかね椋木とかの大卒はいるけども柱だって言ってるのは高校生だから。そうですね、地元ということでやっぱり育成とかからも育てるのが上手なイメージはありますよね。まずはやっぱどうしちゃう、今年もちょっと怪我に出てバタバタしたからね。そうですね、高校生の世代ナンバーワンピッチャーと言われてますからね。第1回選択希望選手東京ヤクルト金丸有名と投手関西大学。早速競合してきました。これはまあピッチャーでしょ。100% ピッチャーじゃないですか。なんかコメント欄には野手やろうっていう人も多かったけど、村上のことじゃないですかね。村上がメジャー行くかもしれないから行くってなったら欲しいってことですよね。私野手は結構当たるみたいなイメージが、山田選手だったり村上選手、外れ1位とかだったりしますけど、でも慌てて野手みたいなね、オスナサンタナ選手いるんだったらやっぱまずピッチャーの補充っていうのは、そうですね。まあ高津さんもコメントで、やっぱ今年はピッチャー基本でって言ってたんでね、即戦力で。しかも高津さんも来年結果を残さないとね、自分の組も怪しくなってくるからね。まずはね、ピッチャーでしょう。ピッチャーでしょう。はい。第1回選択希望選手、東北楽天、中村優斗、投手、愛知工業大学。はい。これは袴さん推しのはい、公言通り、右ピッチャーを持ってきました。動画でもみんなやっぱり右ピッチャーでいいんじゃないかって話ですよね。1位はそうですね。左はいるしね。でも先発がやっぱちょっと足りないしね。足りないですね。ちょっと内投手とか出てきてるとはいえど、やっぱり足りないかな。もうちょっと厚くした方がね、いいよね。そうじゃないとこう6連戦になったらちょっとバタバタするもんね。誰行くんだろうっていうのがちょっとやっぱりあったりするので。あとマー君、岸も1年ね、どこももうここからは年齢いくだけだから、1年持つかどうか分かんないから、そろそろ大型右腕、庄司とかもいるけどね、まだちょっと手術したしね、そこら辺が全員集合してきたら、形になるけどね、一気に勝ってきたらね、いいですけどね、まずはね、右ピッチャーで、第1回選択希望選手、広島東洋、宗山塁、内野手、明治大学。言ってたもうね、これはね公言してたもん。そうですね。あえて外しにはいかないですよね。いかない。もう今日18日だ。もう公言してるから、もうそういうの出ちゃってるから言うしかないよね。ここであえて違うの言う勇気もいるけど、俺は渡辺でいいんちゃうかって思うけどね。正直。だから宗山ショートにして、もうだから小園はサードなんだね。で宗山ショートにして、菊池がもうベテランだからやった時に矢野をセカンドに生かす方向なのかな。そうですね。感じ的にやっぱ忍者を絶対使いたいってなると、いやなんかね、それを計画でもう小園を動かしてたらしいんですよ。矢野君が来るなんて思ってなかったらしいですよね。で今そこも来年は宗山とショートを埋めるっていう方針だったらしいんですよ。そこに矢野選手が出てきたからっていうだけで、その後セカンドに回すから菊池選手の後っていうところ。なるほど。菊池選手も結構いい年にはなってはきてますからね。長くはないですよね。確かに。これは公言通りというか。はい。第1回選択希望選手、千葉ロッテ、渡辺誠也、内野手、大阪商業大学。今年も野手できました。やっぱりいるでしょ。ファンの人も野手やってたもん。ピッチャーもちょこちょこ取ってるからね。そうですね。それをもう生かして、あとはもう外国人補強だね。はい。しかも右とかおらへんからね。今のロッテで右の野手で多分一番期待できるの荻野やね。確かに。ベテラン。日本人でね。日本人でもう一番期待できるの荻野。ベテランすぎる。ベテランすぎる。そうですね。確かにね。いないもんね。はい。だからそろそろいるよね。サードっていうところで外野もいけるしね。サード外野でね、いけますし。第1回選択希望選手、横浜 DeNA 金丸夢と投手、関西大学。もう東一本柱になってるからね。でもクライマックスシリーズ頑張ってるよ。めちゃくちゃ守り勝ってますよ。ねえ、すごい。大貫もいいピッチングしたしね。すごかったですね。すごかった。菅野投手相手にね。でもやっぱり若干頭数足りひんよな。先発な。怪我するしね。平とかもいいんだけど、怪我するしな。そうなんですね。今外国人投手でね、結構になってる感じありますからね。あと小園とか出てきてくれへんからな。もうそろそろ出てきてくれてもいいのにな。左の松本とかはいいんですけどね。今のことからできそうですけど、やっぱりもう。補充はしておきたいですよね。やっぱ未来のエース作りのためにね。そうですね。スター性っていうことで。野手はね、森もいい感じになってきたしね。次の世代のサードとかね、宮崎もベテランだってきたからっていうのはいるかもわかんないけど、まあ、1位はピッチャーやからな。ピッチャーだと思います。第1回選択希望選手、北海道日本ハム森井翔太郎投手、東邦高校。おお、そこ行きますか。いや、大谷の時行ってるからね。行ってる。あの驚愕ありましたからね。あれそういう意味やったんですよ、栗山さんの言葉。二刀流欲しいっつってた。そうそうそう、作らなきゃいけないっつって。スターとか。森井も二刀流でしょ。で、メジャー公言してるだけで死亡届でね、前の動画でも言ったけど。死亡届出さなきゃいけないんだよね、はい、メジャーに挑戦するにしても、うん、でも死亡届出したら、はい、ドラフトはかけれる権利あるんだよね、はい、でそれで大谷の時も、はい、一気に日本ハムが強行で行ったわけじゃん、はい、ありえるよな。交渉できるわけですからね。そう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 。噂ではドジャースのマイナーが接触に行ってるんじゃないかって言ってたんですけど、うん、もしかしてそのホットラインが、うん、だからまたあれ、うん、またあれちゃう、いやうちで6年間やって、うん、大谷と一緒で23歳からもう24歳になるときにポスティングで行かせるからっていう、うん、もう大谷と同じような、うん、もう約束して、うん、ドジャースちゃうで、はい、来年からメジャーと日本の死亡届は分けようっていうルールができるね、やっぱり。いやなんかなくないですね。まあ素材的に言ったら普通にメジャー行かないってなって日本でってなったらめちゃくちゃ競合しますよ。彼のものです。二刀流トップクラスの方も強いですし。メジャーって言ってるからこう名前が上がってこないだけで。頭もいいからね。あそうなんだ。はい。クレバー。だからそこでまたこう行ってどうですか、うちにこうなんか育成証みたいなこんなぐらいの持ってる。はい。ありえる。ありますよね。口説き落として栗山さんが入ってくる時のネクタイの色注目ですね。大谷君の時紫してたからね。はい、花巻東の。東方高校何色なの？そこちょっと調べとかないと。それ見た瞬間にあるなって。ちょっと色見ましょう。色見て。ネイビーですね。ネイビーか。白と金ちゃん、白と金のこのストライプでいいな、この斜めのやつかもわかんない。紺のベースに白金のこういう、もしくはドジャースから、ああドジャースからそれはないから、それは安いね。やっぱりこれぐらいスケール大きい、うちの球団みたいな感じで二刀流みたいな、ちょっとオリックスみたいなね、もうユニフォームですね、色合い的には。もうこれでいい、まさかやワンチャンありえると思うけど、ないバージョンもやっとく。ないバージョンもやっとく。俺はもうワンチャンあるんちゃうかっていう。何バラしてんねんって言われるかもわかんないけど、多分ここでやっぱ日本森いちゃうかってあげるのやっぱり佐々木チャンネルだけだと思う。全国探してもこんな冒険がありそうやんな。じゃあなかった時にやっとく。ワンチャンあるかもわかんないけどね。なかった時ね。第1回選択希望選手、北海道日本ハム。宗山塁、内野手、明治大学。おー、宗山選手いきます。行くんちゃうかっていう。まあ外野はそこそこ埋まりつつあるやん。まあ外国人も補強するかも分からへんし、いろんなキャラクターの選手もいるし、そばとかも含めてね。ってなったら、まあ水野もいい感じだけど、若干二遊間いろんな選手出てるから、ワンチャン取って水野セカンドとかでもいいしね。あるんちゃうかっていう野手の。であとは日本はいつも毎年一番いい選手行くって言ってるから。はい、確かに。でピッチャーはね、そこそこ若いのも立つとかもいるし、若い選手たちもいるから。そうですね。ショートがガチってはまったらね、スター選手でね大きいですよね。でまあ水野は動かせばいいから、セカンドちょっと流動的すぎるもんな、いろんな選手出てるから、そこ勝ちっていう感じで、まあ宗山もありえるよな。はい。俺は森いちゃうかっていう、本当まだちょっと心のどっかに。いやいやなくないですよ。やるやろ、日本もやるやろって思ってて。新庄監督行って、お前新庄監督来てみ？まあミスターぐらい今破壊力あんぞ。そうですね。どえらいやつで来てみ？作っていくぜ。いやもうツートンだから二刀流やった。もしくはお前フェラーリとかランボルギーニとかで来てよ、ちょっと一回ドライブしようっつって助手席の人にドライブ。ああだいぶするかもしれない。マクドだってお前できましたっつってお前下すぎてお前届かない。傾くな心が。ありえる。通ってないから確か東京の高校だからね。ありえるよな。まあ村山選手もこれ強豪。そうだね。はい。第1回選択希望選手阪神金丸夢と投手関西大学。わあ去年は一本釣りできましたけど、しかも阪神の人いっぱい行ってるからね。うんたくさんいますよ。で監督藤川球児に変わってね、やっぱそれは口引くとこ行きたいじゃん。もう行くやろ。勝負しに行きますかね。直球勝負火の玉。まあ今年ね伊藤正史ちょっと調子悪かった、まあまた戻ってくるかもわかんないけど、まあ高橋ね春人もいるし、先発固めてグッと大竹投手とか村上投手とかね結構いますけど、がっちり先発で今先発いくんちゃうか。野手先発やろ。野手いい感じでしょうね。2軍からの押し上げもちょっと今滞ってるしね、先発がね。まあそうですね、左でもうやっぱり地元はい、兵庫ですもんね。もういい行こうっていうことでね。はい、と思います。はい。第1回選択希望選手。福岡ソフトバンク。金丸夢と投手関西大学。金丸君人気ですね。やっぱりね。やっぱり行くでしょ。ね。やっぱり先発ですかね。即戦力投手行くんちゃう？ね、ホークスは。野手はダウンズも来たから、はい、もう最悪今宮の光景できたもんな。ダウンズでダウンズすごい活躍ですね。ジーターだからジーターダウンズですから、はい、もう名前がね、名前はピカイチですしね。だからそんなね野手もね若いのも出てきてるしね、川瀬もいるし外野もいるから、でいの一番野手いるかっていうとまあまあピッチャーの方がいいよな。そうですね、先発の方が足りないかなっていう感じ的にはね。第1回選択希望選手読売金丸夢と投手関西大学。うわちょっと金丸投手何球団強豪ですか。ちょっと先発巨人も6枚目1人足りひんもんな。で菅野が来年メジャー行くからポスティングでもう一ついなくなるから、やっぱこういう先発野手も欲しいとこだけど先発埋めなあかんやな。グリーンと井上しか今左でいるわけで横側がいてね、しかも外国人はヘルナンデス、モンテスいるから何かあったらモンテス内野も守れるし、そこまた埋めきれると思うね。ってなったら1位をピッチャー行くんちゃうかっていうね。菅野投手抜けたらだいぶ痛いですからね。菅野君が行かなかったらね、渡辺だったと思うんですけど、1回しか入ってると思うんですけど、菅野投手が抜けちゃうとね、これは仕方ないと思います。さあということで12球団ね揃えましたけども、確定いますね。ありますね。楽天の中村選手確定です。単独指名です。こういうのあるよな。何気に人気の人が蓋開けてみたら単独やんってあるやん。ありますね。あとオリックスの北丸投手が確定です。高校ナンバーワンピッチャーということで、宗山選手、金丸選手、渡辺選手が抽選であります。じゃあまずは渡辺選手から。では渡辺選手の抽選に移りたいと思います。埼玉西部お願いします。では聞かせていただきます。千葉ロッテお願いします。もう1枚しかないからね、はい、お分けください。もう吉さん言ってへんやろ、外すから。俺一瞬当たりかと思ってガッツポーズ仕掛けたわ。真中さんなりかけたわ。おめでとうございます。どうですか今の気持ちは。いやー、やっぱりね、こうスラッガー、こうすごくパンチ力のある選手だと思うんで、もうすぐにでも、こううちのチームの戦力になってくれると思います。はい、渡辺君、頑張りましょう。リアル。じゃあ続いて宗山選手の抽選に移りたいと思います。広島東洋お願いします。日本ハムお願いします。お分けください。宗山選手は日本ハムに決まりました。よっしゃー。おめでとうございます。あ、どうでしょうか、今お気持ちは。いやー、最高の気分ですね。もう宗山君待ってました。一緒に頑張ろう。続いて金丸選手の抽選に移りたいと思います。中日ドラゴンズお願いします。カズキ頼むカズキ。ヤクルトお願いします。高橋さん絶対大丈夫。高橋さんどっちで行くんだろう。いいですね。右のシンカーです、横浜お願いします。リーゼントよろしくよろしくよし、これ DNA 阪神お願いします。分かるように置いといてね、こっちに。これが阪神、これがヤクルト。ソフトバンクお願いします。巨人お願いします。しんのすけ。はい。じゃあそれでは全員で一気に6枚いけないんで、順番にいきます。はい。まずは中日開けてください。カズキ。ヤクルトお願いします。3連発。金丸選手はヤクルトに決まりました。12球団の、球団の皆さん引きます。ぜひ当日会場にどうですか。いつでもお任せください。スーツ買いますよ。もう2回目で引いてるってことですね。だから3回引いてるからね、全部。今6枚中2枚目でもうじゃあ引いてるってことです。じゃあどうぞ、金丸君にコメント。うちのエースになってください。絶対大丈夫。おい。ちなみにそっちヤクルトになってましたね。それはあってた。ちゃんと右で打つ。信じてこっちに。はい。そう。じゃあ。すごいよ。これおもろいね。なんか自分たちでやるおもろい。それでは競技に入ります。はい。CM ね。CM。どうする？中日。清宮。ということで、競技がどんなに真剣にやってんねんっていうぐらい、チームのウィークポイントを考えながら競技が終わりました。今日が勝ちですからね。はい。ということで、じゃあ一巡別で、残りのね、第1回選択希望選手、中日、佐藤龍之介投手。富士大学。おお、佐藤君来た。やっぱ金丸、でも筋通ってるね。そうですね。ああ、まあそこが欲しいっていうね。先発が欲しい。第1回選択希望選手、広島東洋、西川美翔、外野手、青山学院大学。はい、ここで西川君来ました。野手でね。野手でね。それ固めていこうっていうね。常廣君とチームメイトでしたから。あ、そうそうそう。いいよね。流れ的にはね。そうですね。ピッチャー結構取ってるからね。そこを育てなきゃいけないからね。第1回選択希望選手。千葉ロッテ。篠木健太郎投手。法政大学。おお、ピッチャーに変えてきました。あとまあ鈴木翔太ね。はい。からの法政の流れで木更津総合だし、はい、ロッテはすぐ変えるから、うん、そうですね、だって方針変える、うん、去年だって、はい、渡来行って、うん、で草加行って、うん、からの上田だから、そうかそうか確かにまあロッテらしい、ロッテらしいよ、だからワンチャンまあいい選手いっといて、うん、まあまあしのぎ先発にしときましょうみたいなね。右の先発。まあめちゃくちゃ頭数がいるわけでもないしね。メルセデスが去就未定だからね。第1回選択希望選手。横浜 DNA 佐藤龍之介投手富士大学。来たか、そっちか。かぶしてきました。でもやっぱここはピッチャーがね欲しいっていうねところで。方向性通りですね。狙い通りですね。そうですね、サウスポーです。はい。第1回選択希望選手。阪神藤田雄星投手東海大相模高校。おお、これ高校生にシフトしてきました。なるほど、まあ育てていくぞっていうね。そうですね、彼の完成度高いですから、めちゃくちゃ長身のね、はい、チェンジアップインコースすると、だからもうあれちゃう、高橋門別佐藤で三王国ちゃう、大竹で全員一気に出てきたらすごいですけどね。確かに左ではトップクラスですから、本物ですから。第1回選択希望選手、福岡ソフトバンク柴田怜央投手福岡大大濠高校。確かにね、これも前々からね、ソフトバンクはねつけてたって言ってましたもんね。言ってたら二刀流というの地元だしね、地元のスターということで。第1回選択希望選手、読売佐藤龍之介投手富士大学。おお、佐藤君人気が、だからこれで広島の西川選手確定です。おお、ロッテ篠木選手確定です。おめでとうございます。阪神藤田選手確定です、はい、ソフトバンク柴田選手確定です。結構ここばらけてきましたね、はい、中日 DNA 読売は抽選に入ります。はい、9時ですね。よっしゃ。それでは佐藤選手の抽選に移りたいと思います。中日ドラゴンズお願いします。和樹頼むぞ。横浜 DNA お願いします。番長よろしく。4連チャンあるか。ジャイアンツお願いします。お分けください。うわー！よっしゃー！当てる前だった。おっ。なっ。ああ、なかった。ああ、おめでとうございます。やっぱ4連覇難しいんですよ。まあ引かれるかって、引かれたら終わりだからね。はい。ありがとうございます。だから監督からお願いします。はい、佐藤君ね、とてもいい選手だと聞いてます。まあ、僕はもっとは元気に明るくなんで、また名古屋の僕の店でいっぱい飲みましょう。お願いします。絶対行かへんやろ。店は行かへんやろ。さあ、ということで、佐藤君と。はい。だから DNA と巨人だけ決まってないから。はい。競技に入ります。またね。競技終了でございます。第1回選択希望選手。横浜 DNA 吉田誠也投手西濃運輸。社会人から、でも高卒の社会人だから若いからね、大卒よりね1歳ね、即戦力ですから。第1回選択希望選手、読売吉田誠也投手西濃運輸。ここでもかぶるか。でももうね、筋通ってるね。そうですね。これあれだね、藤原辰巳近本ラインだね。ああ近いね。そうですね。筋通ってるから、どの球団も筋通ってるから。そう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 、筋通ってるから。これ誰が活躍するか分かんないからね。そうですね。入ってみたらね。はい、吉田君の評価高いですから、抽選に入ります。それでは吉田投手の抽選に移りたいと思います。横浜 DeNA お願いします。番長、もう変わってんじゃん。マンチョンじゃないんちゃう。もうこうなんですよ。球団写真です。読売お願いします。水野さん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 出てきてるかも。お開けください。でも俺ほぼ引いてないからね。引いたら1回だけだから。残ってないですよね。ほぼ残ってないから。俺の運が悪いみたいな広がっちゃうじゃん。そうですね。各球団の皆様引きますよ。引く係だけでお待ちしてます。そうですか。三浦監督お願いします。はい、マカロンのことはね、すごく評価してますんで、うちの、まあ、こう戦力に必ずなってくれると信じてます。よろしく。はい、ありがとうございます。よろしくって手どうやってやるの。分かんない。全員が答え持ってない。微妙な感じになっちゃったの。すごい。さあジャイアンツ、競技に入ります。第1回選択希望選手、読売寺西成樹投手、日本体育大学。おお、決まりました。ジャパンだからね。ジャパンね。ああ、試合作れる投手ですよね。球の力すごいですからね。ちょっと怪我と思いましたけど、やっぱり西舘をね、リリーフから先発にしているっていうところで先発足りんからな。そしたらもう西舘リリーフにも戻せるしね。そうですね。試合は作れると思うんで、はい、期待したいと思います。まあこれで確定だね。全チームね揃いましたね。中日が佐藤、藤大で、西武渡辺、大正大、ヤクルト金丸、関西大学で、オリックス今朝丸、報徳学園で、広島が西川ね、青学で、楽天が中村、愛知工業大学で、 DeNA が吉田、西濃運輸で、ロッテが篠木ね、法政大学で、阪神藤田ね、東海大相模、日本ハム宗山明治、ジャイアンツが、寺西日体大、うん、でソフトバンクが、柴田、はい、ここだ大堀というところで、はい、で揃いました12人。だから高卒が3人、はい、で社会人1人にあと大学生か。はい、そうですね。おー、いいんじゃないですか。いいと思います。ちょっとジャイアンツ抽選弱かったね。そうですね。でも1位だから引いてないからね。いつも最後に残っちゃいますからね。しょうがないですよね。使ってないの全部引かれてたから。え、5の4。おえー、わー、ねえ、はい。まあということでね、1巡目はこれで決定しましたから、はいね、本番どうなることか。続いて2巡目はね、明日です。はい。